こんにちは、ティオです。今日はこちらのハミクマ様の筆箱の中身を紹介したいと思います。では早速動画スタート。さて、私が使っているこの筆箱はユニバーサルスタジオジャパンで昨年購入しましたハミクマ様のモコモコ筆箱になっています。このようにもう全部がモコモコになっている、とっても可愛い筆箱です。では早速開けてみましょう。じゃーん、中身はこんな感じでパンパンみちみちに入れています。最近増えた筆記用具もあるのでどんどんパンパンになってきているんですね。で、一旦全部出してみると、こんな剣の量がこの中には入っています。新しく買ったら入れるっていうことを常にやってきたので、改めてザーッと出してみるとこんなに入っていたんだと自分でもびっくりしています。ではこちらの中身はですね、シャープペン、ボールペンといった風にちょっと分けて順番にご紹介していきたいと思います。ではまずはシャープペンからです。シャープペンはこんな5本を順繰りに使っています。では1本ずつお見せしていきます。まず1本目はこちら。かなり前に購入したものなので、いつ買ったのかはちょっと覚えていないのですが、無印良品で購入した低重心シャープペンになります。こちらその名の通り低重心ということで、持ち手の部分が重い感じになっていて、案外手が疲れず使いやすいです。2本目はこちら。これすごく流行りましたよね。このくすみカラーっていうシャープペンが流行った時に、私もブームに乗っかろうと思って購入したものです。このように上に繰り出し式の消しゴムがついていて、とっても使いやすいです。で、こちらのシャープペンは上ではなく、この側面をノックして写真を出すという仕様になっています。こんな感じです。で、こちらのシャープペンの特徴は、このノックするところをロックすることができるんですね。上にカチッとやると、こう押してもシャープの芯が出ないようにすることができます。なので筆箱に入れていても写真が出ることがないのが安心設定になっています。3本目はこちら。これもユニバで購入したシャープペンです。私ユニバのグッズの中ではジョーズが一番好きなんですけど、これもジョーズが載っていたので購入しました。ちょっとシュールな感じがなんとも可愛いですよね。で、こちらドクターグリップということで、持ち手の部分が柔らかい、こういうゴムみたいな素材になっていて、長時間握っていても疲れないというシャーペンです。ではユニバつながりでこちらを先にご紹介します。こちらは本当につい先日行ってきた時に購入しました。ジュラシックワールドをモチーフにしたシャーペンになっています。ブルーがかっこよく写っています。で、こちらのシャーペンはクルトガですね。なのでこの書いている時にこの中が回っているのが見えると思うんですが、このようにくるくる回って先っぽがこう削れるのがね、均等になるようにしてくれるシャーペンです。最後はこちらオプトというシャーペンで、これとってもお安いシャーペンで100円台だったんですよね。で、どなたかがとっても使いやすいっておっしゃっていたので、この白いシンプルなシャーペンを私も購入してみました。以上5本のシャープの紹介でした。ではこちらを筆箱に戻していきたいと思います。まだ全然余裕ですね。さて、次はボールペン系をご紹介したいと思います。この4本を入れています。ではこちらも1本ずつ。まずはこちら、ジェットストリームのボールペンになります。ジェットストリームは本当に書き味がいいのが特徴だなと思っているんですけど、こちら 0.38 という極細芯になっています。黒色なんですけれど、とっても使いやすいです。こんな感じですね。
なんかシャープな感じがとってもかっこいいですよね。2本目はこちら、鬼滅の刃の宇髄天元さんがついているボールペンになります。こちらも先日行ったユニバで購入したんですけど、こちらランダムで出る商品で、これが欲しいなと思っていたらこの宇髄さんが出てきてくれたのでとっても嬉しかったです。さてこちらもユニバですね。これは結構前に行った時に購入しました。こちらは黒、青、赤の3つの芯が入っている多色ボールペンになります。赤ばっかね、やっぱり使うことが多いので、赤はもう何回も芯を取り替えてますね。ボールペン最後はこちら、わかりますか、これエキスポ2025とあるのですが、来年大阪で開催される大阪万博のキャラクターがついたボールペンです。でしかもサンリオとコラボしていて、私が購入したのはプリンちゃんがついているものにしました。これもとっても可愛いのでお気に入りです。ミャクミャク案外可愛いですよね。それではこちらのボールペンも筆箱に入れていきましょう。なかなかうずいさんがねちょっとかさばるんですけど、余裕で入ることができました。さてペン系最後はこちらのマーカーとかをご紹介したいと思います。まずはマーカーといえば大人気の商品マイルドライナーです。こちらは今行っている漢検の勉強で、その日のスケジュールをこなした時に線を引くように使っています。やっぱりモチベーションが上がるペンを使いたいですよね。続いてはこちらサラサクリップになります。赤と黒と両方使っているんですが、結構最近このサラサで丸つけをすることが多くて、で黒い方は何か文字を書くときに使うことが多いです。どちらも使いやすいのがサラサの特徴ですね。そしてこちらはまたまたジェットストリームの、今度は色がオレンジ色のペンになります。こちらはですね、暗記したいものを書くときに使おうと思ってつい先日ロフトで購入してきました。しかもなぜか 50% オフだったんです。なので80何円でゲットすることができました。とっても嬉しかったです。さてペン最後はこちらエモットシリーズです。こちらは結構細い感じのペン先ですし、色もかなり淡い感じの色になっています。なので私はこれをちょっとこう目立たせたいところとかに少し引いたりとかするのに使っています。見えますか、こんなに細いんです。先っぽが本当にうっすらちょっと線をつけたいっていう時に使えるペンだと思います。ではこちらも筆箱にしまっていきましょう。だんだんパンパンになってきましたね。でも入るんです、ちゃんと。優秀な筆箱だなと思います。さて最後はこちら、まずこちらはシャープの芯になります。ペンテルのものですね。 HB のもので100円です。しかもこれとってもスリムなのでかさばらないので、とっても持ち運びに便利だと思ってずっと使っています。こんな感じでいっぱい入ってます。本当にいいですよね、このスリムさ。さてこちらは消しゴムです。こちらは無印良品の黒い消しゴムで、とっても消し心地がいいです。これも結構何年か前に人気になってましたよね。ではこちらの2点もしまっていきましょう。ではちょっと閉めてみたいと思います。しっかり閉まるでしょうか。はい、閉めることができました。これで筆箱完成です。以上でこの筆箱の中身紹介の動画でした。皆さんは入れるペンとか使っているシャーペンとかにこだわりは何かありますか？
私は基本的には好きなキャラクターもので集めたりとか、こう YouTube やインスタとかを見て使いやすいって評判のものだったりとかをいろいろ試したりして使っています。であとこだわりといっては何なんですけど、このペンを入れる向きですね。私は絶対一方向にちゃんとペン先が向いていてほしいっていうタイプで、別に潔癖症とかそういうわけではないんですが、まあこっち向きが多いですかね、に絶対入れたいっていうタイプです。なのでこう急いでてぐしゃぐしゃって入れちゃった時でも、後で時間がある時に必ず一致方向に揃えるっていうことをしてますね。はい、また皆さんのおすすめのペンとかシャーペンとかがあったら教えてほしいなと思います。ではこれで今回の動画は終了にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。キヨでした。